はい、名列車で行こうですね。九州沖縄編ということでお送りしてまいります。私はもうこちらの方では顔出ししませんので、ね、まあ関連の旅動画で、まあ、私のことを知ってらっしゃる方もいっぱいいると思うんですけども、一応こちらのチャンネル単独ではこれ顔出しはいたしません。はい、関空からの場合には非常に珍しいあのバス連絡ですね、まあ、国内線ナーデアという感じです。 LCC 国内の LCC ナーデアですね。ちょっと申し訳ないんですが、このお嬢さんたちがキン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 うるさいんですよ。もうキャン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 甲高い声でね、まあブツブツ言ってもしょうがないんで乗っていきましょう。自分では絶対に窓際は指定しないんですけど、今日は自動的に指定されましたので、ここで福岡空港に到着しました。ここに見えてるのは国際線ターミナルですかね。結構大きいですね。福岡に行くのは多分4年ぶりか5年ぶりぐらいだと思います。行きますかと思ったんですけど、意外と変わりましたね。ちょっと機体を降りたらまたリポートしたいと思います。福岡空港から市内まで行くのめちゃくちゃ便利ですからね、まあ、皆さんご存知でしょうけれども、改めてリポートしたいと思います。はい、ということですね。駅に着いてもこっちの到着した方もバスでということで、まあさすが日本の国内の LCC ですね。まあ行き到着出発ともにバス連ということで、まあ、片道5000円ぐらい乗ってるから仕方がないんですけども、まあ不便なことです。福岡空港は、ね、そんな規模ないと思うんですけど、まあ、やっぱりまあ、LCC の経費削減ということもありますけれども、便数の割にはそのあまりこのボーディングブリッジがあんまないというのは、そのあたりが状況が逼迫しているというようなこともあるかもしれませんね。ですね、まあ、お気止めにしている飛行機がどうしても LCC を中心に増えていくという状況があるのかもしれません。ちょっとまだ福岡空港の今の状況はよく分かってないんですけどね、まあ、ターミナルビルが結構改修工事をしているという話は聞いたことがありますが、その状況も今どうなっているかちょっと分かりません。実際に見てみないと分からないですね。この機材が来ましたね。さあ、なりましたと。3人ですけど、体調不良のお客様いらっしゃるみたいで、動いてないので、